通せ。しかし。いいから通せ。わめくなよ、酔っ払い。危険です、イエルン様。下がっていろと言っている。大した暴君ぶりだな。今に一服盛られるぜ。あいにく、すぐ分かっちまうのさ。そっちは僕の方が専門でね。いいよ。当然の権利だ。あんた、そんなに死にたいのか。ブランカに聞いた。あんたが身内を憎む理由が分かったぜ。余計なこと。気持ちは分からないでもないけど。お前に何が分かる！俺は、あんたは同じ中国人を食い物にするような真似はしないと信じてた。あのろくでもない兄貴たちと違ってな。なのにあんたはゴルツネとつるんだり、ラオを使ってエイジを襲ったり。あんたはアッシュがエイジに心を許すのが許せないんだ。自分の得ることのできないものをアッシュが得たから。あんたはただ嫉妬してただけだ。いい加減後ろばっか見るのはやめろよ。どんなに呪ってもリー一族の血が流れてるのは事実なんだ。あんたのしたことは許せねえ。だけど俺たちのいざこざでチャイナタウンは真っ昼間でも歩けねえほどすさんじまった。あんたには生きて罪を償ってもらう。チャイナタウンを取り戻すために。僕にはそんな力は。俺が手助けすると言ってるだろ。もう自分を憎むのはやめろよ。そんなのは虚しいだけだ。そう簡単にはいかないよ。兄たちを憎むことだけが生きる支えだったんだ。それがなければ僕はとっくに母親の仇を討ったんだから、もう終わりにしろよ。俺もあんたを憎んじゃいない。俺、あんたをどうしても憎むことができない。あんたは怪我人だ。あんたの心は血を流してる。今でもそういうところはアッシュと同じだ。もうメソメソ泣くなよ、女みたいに。悪かったな、見た目通りで。どうせ僕は女みたいだよ。いちいち鬱陶しいやつだな。だったらほっといてくれよ。いい加減にしろ。